ジョンズ・ホプキンス・メディースンは、ジョンズ・ホプキンス大学医学部が設立した、協力プログラムである。長期的視点と、指名重視を通じて、医療の質を高めることを目的としている。病院のマネジメント、ジャミーは、協力医療機関における日々のオペレーションを精査、監督する臨床のオペレーション。ジャミーは、協力医療機関における臨床のオペレーションを精査、監督する。 提携、提携医療機関は、ジャミーの教職員を、医療の質と安全を高めるためのパートタイムの、医療ディレクターとして受け入れることができる。戦略的な協力、ジャミーは、教育的サポートや、コンサルティングサポートを提供する、ミッドタウンタワー J メイトミーが提携している、医療機関の一つには、東京、六本木の、東京ミッドタウンクリニックがある。J メイトミーは、 施設が所在する複合施設、東京ミッドタウンの運営者である、三井不動産と2005年に締結した契約に、基づき、同施設の開業時には、診療や病院設計に関するノウハウを提供したほか、その後は、ジョンズ・ホプキンス病院への病院見学や、遠隔でのセカンドオピニオンや紹介を行っている。三井不動産は、ジャミーの持つ、 外来診療や日帰り手術に関する知見に期待して、この提携を実施しており、ジャミーのノウハウを導入した高度な設備や、アウトソーシングサービス、外国人を対象とした、付加価値サービスなどを提供するとしている。東京ミッドタウンクリニックは、ミッドタウンタワーの6階に、約2034平米を占有しており、委員としては、医療法人社団送信会が、運営者となっている。 実際の運営者は、三井不動産も出資して設立された、株式会社東京ミッドタウンメディスンであるが、同社の実態は、リゾート事業などを行う、株式会社リゾートトラストの子会社で、会員制医療などを手掛ける、株式会社ハイメディックである。 http://www.hopkinsmedicine.org スラッシュインターナショナルスラッシュインターナショナルパートナーシップス六本木防衛庁跡地再開発東京ミッドタウン三井不動産ニュースリリース平成17年11月8日株式会社東京ミッドタウンメディスンとは国内有数の会員制医療機関を運営する 株式会社ハイメディックと三井不動産株式会社との共同出資により設立された会社です。プライバシーポリシー平成23年10月2日閲覧リゾートトラストグループリゾートトラスト株式会社平成23年10月2日閲覧この記事は以下のカテゴリーでも参照できます。東京ミッドタウンクリニックに関するカテゴリーありがとうございます。